はいどうも、東京コンパスのイソップのアルちゃんでございます。はい、今日は、はい、下北沢に来ました。お下北ですか、すごい若者の街ですよね。いや、本当久々に来たんだけど、駅がとにかく変わりすぎて、綺麗になった、綺麗になってて、今日、僕、靴間違えました。チャンピオンの黒 T ねチャンピオンの黒 T に、オーディサンジーンズ履いてます。はい、ということで、はい、今回もちょっと、ぶらりぶらりしていきましょうよ、はい、行きましょう、はい、いやー買っちゃうな古着。若者から絶大な人気を誇る街下北沢。下北沢には安い価格帯の古着屋からブランド品を扱うショップまで数多くのお店が存在しています。ライブハウスやカレー屋さんなどが多数ひしめくサブカルの聖地下北沢で、味噌汁男三人衆がぶらり旅。それでは行ってみましょう。はい、まずは下北沢一番街。一番街、まあ、下北といったらもうね、古着ですから絶対。そうですね、若者、若者9割ぐらいちゃう。そうそうですね、本当に、うん、若者9割、おしゃれな若者。東京の古着といえば高円寺、吉祥寺、下北沢ですもんね。そうやな。ほら、こういうのとか全品100円。こういうのでリーダーいいんですよね、なんか。1000でした。そうね、1000か。隠れてた。すごい、ここのお店、あの定食のおかわりが無料らしいです、ご飯。こういうの見るとね、ちょっとつけ麺寿司時代の血が騒ぎます。そう、つけ麺寿司時代だったらもう入ってるから。そう、そこ入ってます。迷わず。血が騒ぐよな。見つけたよって共有しちゃうもん。そうやな、あそこにあったよ。あった、書いてるって感じ。あー、いいな。レトロなカレー屋さん。いいな。カレー、なんだろう、ローストビーフ、チキン屋さんかな、カレー屋さん。一応カレー屋さんかな。うん、みんなこことかめっちゃ上上がりたいんだけど。いいっすね。喫茶店だろ。喫茶店な。コーヒー音楽。仙台屋さん。納豆食べ放題やって。ね、あ、いいですね。敏感よね、やっぱこういうの。ねえ、絶対やってたもん。自動販売機の納豆。面白い。自動販売機の納豆って難しいね。そうですね。納豆ドーナツあるよ。納豆ドーナツ。うわー、どんな味なんやろ。気になる。え、食べてみる。ちょうど3つ入ってますよ。食べよう。くるみ味とプレーン味と抹茶味だって。みんな何がいい？抹茶。くるみちゃんで。じゃあ俺プレーンで。はい。ちょっとこんなん食べたことないから、ちょっと怖い。ネチャネチャすんのかな。見た目は普通のドーナツ、納豆の味はするのでしょうか。匂い嗅いだら納豆の匂い全くせん。あ、本当だ。カステラの甘い匂いする。そうそうそう、全く納豆感はまずないな。じゃあちょっと食べますか。はい、どうぞ。いただきます。納豆は何もない。めちゃくちゃ美味しいドーナツ。うん、本当風味もないの？風味もの全くない。めちゃくちゃうまい。ただうまい。めちゃくちゃうまい。よしコーラだって。あ、珍しい。よしコーラ。俺こういうの好きだよね、この。いいっすね、飲みて。こういうなんかクラフトコーラっていう、この自家製コーラっていう。色がもうオレンジジュースの色してますね。500円。500円っていい値段するね。え、美味しそう。飲みましょう。いいっすね。いいね。なんかこういうの集めて飾りてね。なんか沈んでます。濁ってる。確かに。すいません、いただきます。はい、どうぞ。あー、でも匂いコーラだわ。え、マジ？はい、コーラです。コーラ、ちょっとシナモンみたいな匂いするじゃないですか。うんうんうん。コーラです。いただきます。どう？すごいシナモン、スパイスが効いてて、うん、でもコーラ。あ、コーラ。コーラの後味がすごいシナモンで、ジンジャーで体温かくなるみたいな。だから、これ温めて飲んでも美味しいかも。あ、本当？うん。そうなんだ。ほんとジンジャースパイスって感じです。へえ。
はい、やっぱ下北といったら古着ですから。そう、ここめっちゃ有名よな。ニューヨーク？ニューヨーク城っていう。じゃあちょっと古着屋さん入りますか。入りましょう。はい。ガチガチで探してる。こうやってね、こう作業がいいんですよ。ね、そのね、掘り出し物というかね。そう。どう？なんかいいのある？え？もういい服だらけよ。だって、そうやん。ほら、こういうのとかシンプルでいいんじゃん。こういうシンプルな黄色とか。ああね。リーダー似合いそうじゃん。これ、あ、朝前。3000。ちょっとやめときます。なんで？早いな。似合う？うん。あ、でもこれ可愛い。可愛いでしょ。確かに。それいくら？2000。2000どう？やめときます。しょうちゃん、それコート。これいいですよね。いいじゃん。可愛い。なんかこの季節に、これからの季節に良さそう。ね、でかコート。でかいね。素晴らしい。これで1万円なんですよ。あら、いいですね。ね、アウター1万めちゃくちゃ安い。1万安い。いや、ちょっと結構30分ぐらいかれこれ古着屋さんないんだけど、結局誰も買わずと。そうですね、やっぱね、古着って1点だけ持ってても合わせるの難しいですよね。意外とね。そう。いや、今日俺下北来るから下北っぽい格好しようと思ったの。うん。で、家にあるガラガラのシャツ着たんですけど、うん、もう着れない。ああ、もう無理だ。なるほどね。ただ変わっちゃった、その自分の中のファッションのあれが。ああ、それはまあ年取るうちにね、やっぱ絶対変わっていくもんだから。だんだんとシンプルになる。ああ、ということで皆さん、ちょっとそろそろお腹でも空きませんか。腹減った。これ昨日深夜にカップラーメン食べようと思って我慢してたりしてるから。あ、いいね。そう、いや、それ我慢することでこの撮影日のご飯がめちゃくちゃ美味しい。そうなんかちょっと飯屋探すか。探しましょう。自分のリベンジしたいです。あのチーズなんとかカレー。カレーね。あーね、下北といったらカレーだからいいですね。ちょっとカレー屋さん探しますか。探しましょう。はい。ちょっとそこにタトゥー屋さんあるんで、ちょっと軽くっとカレーって入れてきます。いやそんな気がぐれに入れるもんちゃうから。タトゥーはなんか信用できそうな感じ。なんで悪ガキサロンが隣にあるの。悪ガキサロン、悪ガキサロンってところに書いてある。悪ガキサロンだって。すごいな。悪ガキサロンが隣の隠れ家なんて決まらないの。下北といえばリーダーが女性にカレーぶっかけ事件あるからね。ちょっと、あの その言い方ちょっと俺だいぶ悪い人になっちゃう。ぶっかけ事件あったよ。3人でカレー食べてて、隣の席に座ってる女性にカレーを思いっきりかけたっていう。いやそれしかも白の服着てたもんね。着てた、かわいそうに。そうで、あのすいませんっつってくしゃくしゃの1000円渡してたの。すいませんでした、あの時のお姉さん。見てるかもしれないから。で、美味しいカレー屋さんを探してるんですけど、リーダーはライスがいいんだって。で、安倍氏はとんかつが気になるっていうから、間を取ってカツカレー探します。カツカレーか、まあ、ありそうだけど、うん、ああ、下北に行ってとんかつって美味しそうなとんかつ屋さんがあった。吉祥寺で本当はチーズナンを食べる予定だったの。ただちょうどね、お店間に合わなくて。そう、だってわずか13分ぐらいでしょ。そう、13分ぐらい間に合わなくて。あれがだから、なんかナンもあるしライスも選べるよってとこがいいですよね。うん、そうやな。なんて素敵な道だろう、なんて素敵な駅だ。あら、見つけました。ドン。ナンステーション。なんて素敵なお店だ。なんて素敵な駅だ。ここにします。ここにしましょう。ねえ、なんか結構美味しそうよ、ほら、はい、ここのさっきまでめちゃくちゃ行列だったな。そう、なんかさっき通った時めっちゃ並んでて、で、今空いてるから。そうですね、うん、チャンス。下北沢駅から徒歩3分のところにあるナンステーション。ランチタイムは混んでいて入るのを諦めたのですが、空いている時間を見つけ運よく入ることができました。
阿部ちゃんが頼んだのがキーマカレーセット850円。見てください、この焦げ目。シンプルな味のナンをキーマカレーにくぐらせて、ああもう最高。翔太が頼んだのが B セット、ハニーチーズナンとカレー2種類。サラダとナッシーのセットでございます。見る人すべてを魅了するこのチーズ、このチーズとかかっているハニーがもう最高。イッソンが頼んだのはチキンカレーセット、ナンをライスに変更。中辛と書いてあります。日本人の魂、お米と異国のカレーが合わさった時のイマジネーション、まさにファンタスティック。いただきます。これね、並んでたから ねさっきまで若者たちが、あ、これハニーチーズなんだ、秘密乗ってますわ。じゃあいただきます。そのままいただきます。カレーつけなくてもいいですわ。マジでうめえ。うん、ナンうまいね。うん、あくまでちょっと中辛にしたけど、そこそこ辛いかも。うん、俺も中辛だけど、結構辛い。うん、混ぜそば食いたかったけど、カレーにしてよかった。そうやな、翔ちゃん、混ぜそばめっちゃ食いてぇやつ。完食しましたね。はい、うん、ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまですね。ごちそうさまでした。美味しかったですね。美味しかった。でちょっとこの後はちょっと俺が行きたいとこがあったのよ。お下北に俺が行きたかったお店があるんで、ちょっと そちらに行きたいと思います。はい、行きましょう。はい、阿部氏どこに連れてくの？このね、下北のこのね、ようわかんない路地を進んでいくと、はい、ちょっとあるね、ところがあるんですよ。もうご飯も食べて眠たくなってきましたよ。ここ、このね、よくわかんないとこなんだけど、マンション、マンションの一角っぽいとこなんだけど、これストップマートって、ここなんと、あのコストコの商品が買えんのよ。どういうことですか？でコストコって、なんか年会費とか払って、そのなんか会員になんなきゃ、うん、お店に行って買えないじゃん。はいはいはい。ここはもうそういう会員とかいらないのよ。会員のお金を払わずに普通にコストコの商品を買えるっていう。やば、うん、しかももう東京の都内にあるから、コストコって結構ね、確かに車使わないと行かないイメージが、うん、そうそう。へえ。ここで気軽にコストコの商品が買えるっていうお店。すげえ。ちょっと行ってみたい。行ってきましょう。はい、はい、今年の5月にオープンしたストックマート、お店のサイズはコンビニといった感じ。年会費なしでコストコの商品を買うことができます。すげえ、いっぱいなんかあるね。コストコも、これコストコじゃん。ザのやつじゃん。あ、待って、待って、これもそうだね。やば、すごいね。すげえ。すごい。見てこれ。あー。この一匹丸々。これいくらよ。これね、1200円。安いね。安くね。うん、いやー、すごい。あ、なんとかね。こういうのもコストコっぽいじゃん、ほら。すごいですね。コストコだね。コストコだ。すごいすごい。これで600円だって。安いね。安いですね。ほら、カフェとか。ああ、これあれだ。ね。ああ。グレープフルーツジュース。はい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 。これとかもコストコのやつね。ね、すごいね。うん。ああ、なるほどなるほど。はい、買ってきました。買ってきた。楽しかったですね。うん、もう楽しかった。うん。いやー、コストコの商品案内に並んでるとこ初めて見たんで、そうだな。ということで、じゃあもう俺見えてるから先に買ってきたの紹介するわ。はい、これデカジュース。おお、なんかコストコといえばって感じですね。そう、グレープフルーツジュースでこれ約3リットル。お600円ぐらいだったかな。600円ぐらい。いいっすね。で、これ翔ちゃんの、はい、翔ちゃんが買ってきたこれすごいコストコっぽいね。そう、見て、俺はね、マフィン。
すごいよね。あのみんなの想像の2倍大きいです。ね、これ多分1個食ったらもうお腹いっぱい。これで600円。あー安い。安すぎ。1個100円ってことかじゃあ。あ、そうですね。安い。はい、僕はですね、こちらです。うわ、出た。デカキム。うわ、キムチ。キムチ。1キロぐらい？何キロぐらい？これ何キロ？ 1.2 キロ。1.2 キロ。え、いくら？これね、800円ぐらい。大体。へー。あのチョンカキムチって韓国ですごい有名なキムチだ。あ、チョンカキムチなんだ。うん、僕お酒大好きなんで。あ、いいっすね。これでまあ1週間かな。おいいっすね。大満足。大満足。大満足。はい、はいはい、ということで今回下北沢、はい、楽しかった。楽しかったな。楽しかった。今回ね、長かった。3時間歩き回ってました。今日は長かったね。めっちゃ長かった今回。いや、なんかもう広いし、いっぱいもう楽しいとこ多すぎるから。そうやな。そうですね。ここはもう俺らが紹介するまでもなく楽しい街って皆さん知ってるんで ね、 ね。でもコストコとか絶対知らない人がいたんじゃない。最後のコストコはそうだ。そうですね。もう古着だけじゃないですね。もうそうよ、うん、下北はもう古着だけじゃないのよ、うん。いや、楽しかったです。はい、それでは、バイバイ。